どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。久々のトリプルナイン飯テロ第4回となります。今回紹介するのはこちらですね。ラブライブザスクールアイドルムービーアイラブ玉ねぎ歌だし醤油ラーメンの方をご紹介したいと思います。なぜこちらの商品紹介するのかと言いますと、僕の母が突然これ買ってきましたので、まあ紹介したいと思います。商品から出てるのはエースコックさんから出ております。ワンタン麺でおなじみの企業のラーメンになってますね。そして映画とのコラボということで出た商品ですね。これのもう一つの味があるんですけども、アイラブニラというのがありまして、玉ねぎの味がするやつが今回こちらになっております。でもう一つがニラの味が強い方の味になっております。ではパッケージの方見てみましょう。前はこのようになってますね。周りはこうなってます。後ろは何もないですね。そして蓋を開けて入っていたら当たりの限定シールが入っているそうです。入っていない場合は外れとなっております。全4種あるそうです。さて僕のこのカップ麺には入っているかどうか分かりませんが、開けてみましょう。ではビニールの方を剥がしましたので中身を見てみましょう。中に限定シールは入っているのでしょうか。では開けます。はい、中はこうなってますね。火薬の粉末と火薬があります。残念ながらシールは入っていなかったみたいですね。では作っていきましょう。まず火薬の方を開けて中に入れます。この白いのがどうやら玉ねぎのようですね。では粉末を入れていきましょう。全部入れるとこのような感じですね。茶色い粉末になってます。ではお湯を入れていきましょう。はい、お湯入れました。あとは閉じて3分待つだけです。では3分経ちましたので中身を開けましょう。こうなってますね。では混ぜていきます。はい、出来上がりました。見た目は醤油ラーメンですね。そしてものすごい玉ねぎの匂いがします。やはりこんなに玉ねぎ入ってたら匂いますね。さてお味の方はどうなんでしょうか。では今から食べていきたいと思います。いただきます。うん、これは美味しいですね。味は醤油ラーメンなんですけども、玉ねぎが入ってるんでかなり甘めの醤油ラーメンの味になってます。玉ねぎもねすごく甘い味になってて、これはすごく醤油ラーメンに合ってます。具材は玉ねぎが豊富、そしてネギ、あと見にくいと思うんですが小さい豚肉が入っております。麺の方に関しては中太ですね。これは美味しいです。ごちそうさまでした。以上でエースコックさんよりラブライブザスクールアイドルムービーコラボ商品アイラブ玉ねぎ豚だし醤油ラーメンの方をご紹介いたしました。残念ながら当たりのシールは入っておりませんでしたが、お味の方はとても美味しかったですね。玉ねぎがとても相性良くていいお味になってます。玉ねぎの甘みと醤油の出汁がすごく合ってて良かったですね。ということで今回はこれにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録は PC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。